アラスカ航空60便オーバーラン事故は1976年4月5日にアラスカ州で発生した航空事故である。ジュノー国際空港からシアトルタコマ国際空港へ向かってアラスカ航空60便が経由地のケチカン国際空港への着陸時に滑走路をオーバーランした。乗員乗客57人中1人が死亡した。 事故機のボーイング727から81は1965年に製造され、同年3月に全日本空輸に納入された。1972年6月22日からアラスカ航空の機材となっており、総飛行時間は25,360時間だった。コックピットには機長と副操縦士、セカンドオフィサーが乗務していた。 機長は55歳の男性で、1960年1月23日に入社した。総飛行時間は19813時間で、727では2140時間の経験があった。また、ケチカン国際空港への飛行経験は50回を超えていた。機長はボーイング727のほか、ダグラス DC-3、コンベア240、 コンベア340、コンベア440、ロッキード L-382 での飛行資格があった。事故により機長は肋骨を骨折するなど重傷を負った。副操縦士は42歳の男性で、1966年4月26日に入社した。総飛行時間は3193時間で、727では1980時間の経験があった。 副操縦士は事故により頭蓋骨や肋骨、脊髄を骨折するなど重傷を負った。セカンドオフィサーは43歳の男性で1966年12月5日に入社した。総飛行時間は3454時間で727では2641時間の経験があった。セカンドオフィサーは事故により脊髄を骨折するなど重傷を負った。 BST7 時38分、60便はジュノー国際空港を離陸した。60便はジュノー国際空港からケチカン国際空港を経由してシアトルタコマ国際空港へ向かう定期旅客便だった。8時5分、管制官は60便にケチカン国際空港への侵入を許可した。8時11分、パイロットは1万フィートを降下中と報告し、 滑走路11への ILS 侵入を開始した。事故当時、空港付近では雪が降っており、霧も出ていた。60便の飛行経路4000フィート付近で地表を死人したため、機長は死人侵入で着陸することに決めた。60便は145ノットで滑走路11に着陸した。着陸後、機長はブレーキの危機器が悪いと感じ、着陸復興を試みた。 スポイラーは格納され、フラップは25度に設定された。しかし、逆水力装置は格納できなかった。そのため、機長は再びスポイラーを展開し、機体を停止させようとした。60便はオーバーランし、滑走道端から700フィート地点の警告で停止した。事故により、オレゴン州在住の85歳の女性が死亡したほか、乗員5人と、 乗客27人が重傷を負い、17人が軽傷を負った。コックピットクルー3人は全員重傷を負い、シアトリへ緊急搬送された。国家運輸安全委員会が事故調査を行った。目撃者たちは60便の着陸は通常よりも速い速度だったと証言した。ケチカン国際空港の滑走路11へ着陸する際の推奨速度は、 フラップ40度では117ノット、フラップ30度では121ノットであった。着陸時にフラップが何度に設定されていたかは判明しなかったが、どちらの場合にしても60便は推奨速度よりも速い速度で着陸したことが判明した。NTSB は最終報告書で基調のミスを指摘した。最終進入が不安定だったため、機体は滑走路に高速で着陸した。 加えて、着陸復興を決断したタイミングも不適切であった。また、NTSB は、事故の要因として機長が ILS 侵入から死人侵入に切り替えたことを挙げた。その他、機長が低血糖状態だったことも事故に寄与したと、された。ありがとうございます。